よ。イエーイ、あちゃー。じゃあこういう時は出てきていいですよ。ね、ね。出てごめんね、ごめんね。定期ライブじゃない。あ、これありがとうございます。ありがとうございます。あ、というわけでですね、少しだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけじゃない、かなり重要なお知らせをさせていただきたいと思います。はい、この前、そうですね、5月5日の時に東京遠征に行かせていただいた時に収録をさせていただいたんですけれども、日本放送のミュージックパークのオールナイト日本 R というラジオの番組を少し収録させていただいて、そこにルシャの出させていただいてます。それの、放送日放送日の方が5月14日の27時起きてるよねみんな、27時、3時、夜の3時起きてるやろ、夜行性やろみんな。日付的には15日なんですけれども、5月14日の27時、5月15日の夜中3時、朝じゃないかな、3時から放送がありますので、めちゃめちゃ喋っておりますので、ぜひ聞いていただけたらね、かなり喋りましたね。あ、寝てないよ、あんや、こうせやもん。だからみんなも絶対聞いてな。で、全国聞けますので、はい、ぜひ何か手段など、また細かいことは告知させていただきますので、うん、はい、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、アンコールの曲に行きたいと思います。はい。今ここに3人しかいないということは、早速のこと。じゃあ、さっき出てきたから何するか聞いてないねんけどな。ここかな。そうやな。そうやな。それでは聞いてください。夢の中では。I miss you.